ありませんよ。出てたんだな。はい、ということで、ティーザー。ティーザー。なろ。なろ。なろちゃ。ナイロンティーザー。そう。うえ。そうやって言った。うえ。これね、期待大。なぜかわかりますか？平井大。平井大じゃない。はい。平井大なんて嫌いないなんて言ってない。知ってます。もっともっと光るよ。でね、この前ね、マコとマヤのやつも出したんですけど、はい、いやこれすごいのよ。息できないもんだね。息できない。ちょっとマヤがちょっと、ね、推しなんですけど、僕の推しが、うん、マヤなんですけども、ちょっとね、やばかった。まあさすがにもう推しじゃないので、発狂まではいけないと思うんですけど、うん、もう頭が狂うはいけないんですけど、それでも絶対発狂しないってことやな。発狂はさすがにだって推しじゃないから。うん、いやもちろん20全員好きですよ。うん、でも推しじゃない人の動画見て発狂するなんてそんなありえません。そうやな、さすがにどんだけすごくても。じゃあ見ていこうか。見ていきましょう、うん、それでは見ていきましょう。はい、あいかちゃんから見ていきましょう。はいはい、かわいいかわいいぞ。ちょっと待って、はい、めっちゃ待って、あーちょっとさほほいさほほほい言うとるやん。ちょっと待って、もう一回見て、かわいい、かわいい、さすがにかわいい、もう一回見て、さすがにかわいい、もう一回見よう。ちょっと微笑むのよ。え、どうした、どうした。発狂我慢した、発狂我慢しちゃった。ああ、約束してたもんな、動画撮る前に。そう、危ない、出ちゃうから、声出ちゃうから。ああ、危な、めちゃくちゃ可愛いやん。あー、珍しい。ハリーポッターの出てくるあの魔物みたいな。危ない、ちょっととっとっとっとね。あー、危ない。どういうボケだ、どういうボケだ。ボケじゃないよ。え、ガチ、ちょ、え、ガチ、もうおまじないかけとくね。うん、いや、こんなさ、ちょっと違うのよ。マコマヤとちょっと違うのよ。マコマヤはもうエレファントじゃん。エレガントね。エレガントね。で、うん、綾香は、うん、そうなんだけど、そう、ちょっと可愛いよ。ちょっと可愛いのが、ね、マコマヤはその、そう、かっこよさとか、そう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 、大人にも全振り全振り全振りしてんだよ。うん、綾香はちょっと可愛いよ。そう、この要素が強いんだけどね。そう、大人の要素が強いんだけど可愛いよ。可愛いな。可愛い。俺このシリーズいいね。ティーズィー。ソロティーザーめっちゃいい。これもうニカニカしちゃう。ナイス企画マジで。マジで。じゃあ見ていきます、リクちゃんも。リクチ行く、次。リクチ行こう。行こう。リクチ。リクチも可愛いからね。リクチのさ、もうこんなくすれちゃった。可愛くて。最近の陸地の髪の色が可愛いんよ。そうやな。そう、一番似合ってる明るい茶髪というか。それはわかるわ。見ていきましょう。はい、陸ちゃん、何、なんか眠い目こすりみたいな。かわいい、かわいい、かわいい、似合って、ほら似合がいいね。にまね、にま、うん、似合じゃダメ。これ何、この眠いんかなって、撮影中眠かったんかなって。あー、マジ。ちょっとここん、ちょっと踊るから、ここどこどこどこ、あっこれ踊ってない。これ普通にだよ、それ。これなんていうか、あ、じゃあこの逆再生だよ。あストーリーのブーメランみたいなもんよ。リクさ、はい、ここ縛りやん、こうやって、うん、リクのここ縛りめっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。一番似合ってるの、リクのここ縛り。これ、うん、なんていう髪型か知らんけどね。それあれじゃない、ポニーテールじゃないの。ポニーテールにしたら長くない？あ、長さ関係ない、ポニーテールって。わかんない。でもとりあえず、いや、リクのポニーテール かわいいよ、まず、うん、まずね、うん、で、さらに一番似合う髪色、つまりかわいい。はい、楽しみ。これかわいい。これだってまだあれでしょ、ニナ、リマ、リオ、マユカ、まだ半分しかもう持たん、息が。うん、息が持たん。出た時から止めてるもんね、息。そう、ずっと止めてる。まだしてないもん。まだしてないもんね。するか、一旦行ったでしょうか。おもろくないな。うん、よし、すいません、はい、おもろくない時間帯でした今のは。さすがに、すいません、そうでした。皆さんも一緒にね、息を吐
吐いていただければと思います。そんな感じですね、これ。はい、ということでね、また見てもらえたら嬉しいなと思います。バイバイ、はい。